ササラダニは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナダニモク、ササラダニアモクに属するダニの総称である。ダニ類であるが、土壌中で腐食を餌にしている。体は硬く、昆虫の甲虫目のような姿をしている。地上で最も数が多い節足動物の一つである。体長は大きいものでも2ミリメートルまで、小さいものは0.5ミ、mm、リメートル以下のものもある。 足は四体、体は、東京部と、腹部からなる。頭には、フレッシュとハサミ状のハサミ角があるが、頭部の下側に隠れて見えにくい。東京部と腹部は幅広く繋がっている。東京部の、腹部に繋がる部分の近くの背面両側に小さな、穴があり、そこから短い毛のようなものが一本ずつ突き出ている。これを同感網という。 種類によって様々な形のものがあり、種を同定する時の特徴として利用されていることが多い。ある種のササラダニで、この形がササラのようだというのが、この仲間全体を指す名前のもとになっている。腹部は丸いもの、四角いものと様々。表面には凸凹があったり、ツルツルだったり、毛が生えていたりする。毛の形も様々である。 腹部の覆面を見ると、前後に二つの両開きになった蓋が見られる。前方が、生殖甲、後方が肛門である。足は四体、節くれ立っているものが多い。足先には、爪がある。爪は一本と三本のものが多いが、原始的なササラダニでは二本のものもいる。幼虫は柔らかいが、成虫では、 ごくわずかの例外を除いて、全身が丈夫な外骨格に覆われて硬い。色もそれらしく、茶色から黒にかけての丈夫そうな色が多い。他にも、高褐色、単行色もあるが派手な色彩のものは、ほとんどない。種類によるが、背中に凸凹があったり、表面に量が並んでいたり、それぞれに、独特の姿をしているが、丈夫な体と節しくれだった足のおかげで、 頑丈そうで、いわゆるダニ的な、いやらしさが、少なく、ちょっと昆虫の甲虫目のものを思わせる、ユーモラスで、多様な姿をしている。動きも、やや鈍いものが多い。ササラダニは、幼虫第1若虫第2若虫第3、若虫成虫と4回の脱皮を行う。幼虫は、足が3体、若虫は、生殖紋にある吸盤と呼ばれるものの数で判断が、できる。 成虫の吸盤の数も3つだが、卵を持っていたら、成虫と区別できる。また、成虫では生殖口が観音開きの板で明確に硬く形成され、何よりも多くの分類群で、成虫は体全体が硬く、茶色または黒になるので、判断はつきやすい。樹脂谷かは、足が長く、節々が丸く膨らむのが樹脂を思わせるということから、 ついた名であるが、多くのものが背中に脱皮角やゴミを背負う。うずたか谷か、かご背負い谷か、アミメマント谷かは、やはり脱皮角を背負うが、やや平べったい脱皮角の背中部分が密接に、重なったものを、きっちりと背中にくっつけている。うずたか谷かのある種では、生まれた時から、脱皮角をずっと持ち続けるため、大きさの異なる脱皮角が積み重なりかさがよ 担いでいるようにも見える。イカダニというのは、東京部が細長く、基部に向かって、左右に側面が突き出るのが、イカの形に見えることからの命名である。ヤマトオイカダニは、南日本の森林土壌に普通に見られる大型種で、ある。腹部の側面に、翼のような広がりを持ったものもある。腹部前端付近が薄く伸びて、足の上を覆うようになっているものが多い。 その中で、振袖谷の仲間は、伸びた翼が丸くなって、基部で狭まり、そこで折れ曲がるようになっていることからその名がついた。これは、可動式であり、羽ばたくことができる。イレコ谷類の腹部は丸く、東京部の仮面に、足が生え、足を揃えて、東京部を折り曲げると、足は、東京部と腹部の隙間に収まり、腹部全体を東京部で蓋をしたようになり、 全身つるんとした楕円形のボールとなってしまう。哺乳類のアルマジロの防御姿勢によく似ている。小型のヒメヘソイレコダニーが普通種である。ササラダニ類は国内種については基本的にすべて和名が与えられている。ササラダニは一般的に落葉など植物遺体、腐食などで菌類食のものもある。多くのものが土壌動物として出現する。 土壌中の個体数は、昆虫の飛び虫類と並び、最も数が多い土壌動物の一つである。ササラダニはハサミ角で、植物遺体をかじる。ただし、植物繊維などを分解する能力がないので、実際の分解は、細菌や菌類が行っている。ササラダニが食った、植物片のうち、そこに含まれていた菌類の菌糸や胞子の実が、 分解されてなくなっていたとの調査もある。しかし、これは、ササラダニが、植物遺体の分解に寄与していないということではない。ササラダニなどの小型動物が、植物遺体を再編にすることによって、菌類による分解も促進されると考えられ、両者は互いに、それなりの利益を得ながら、植物の分解を行っている。また、食ったものを、 粒状の糞として排出することが土壌の暖流構造を形成する役に立っている。一部のササラダには菌類を直接に食べる。枯れ木の表面に生える菌のコロニーにダニが止まっているのを見かけることがよくある。双眼実体顕微強化でならば菌種などをちぎって食べる様子を観察することができる。また、他の昆虫などの死体を食べるものや生きた微生物や 線虫などの体液を吸い、場合によっては、共食いもする捕食性のササラダニもいる。森林の土壌中には、たくさんの種類がいる。一般に、日本の中南部の紅葉樹林では、一箇所につき、約60種くらいのササラダニが生息していると言われる。森林の植生が異なれば、ササラダニ症に、違いが見られる。虹林や、人工林、草原や二十では、 森林性のササラダニは次第に減少し乾燥に耐えると思われる種が増加する。また森林伐採が行われれば出現する種構成も変化する。そこでササラダニの種構成を環境に対する生物指標とすることが試みられている。なお土壌というものが均一な質を持って広がっているという把握をしがちであるが実際はそうは言えない面も多い。 例えば生きた木の根の周辺は根圏と呼ばれ根の影響のもとに独特の環境として区別できる。ササラダニの植物は植物遺体だが植物の種や部分によって成分や構造が違うのと同じように分解過程やその内容にも差がありササラダニの餌としての質も異なる可能性がある。実際に落葉や土壌の層から特定種のカレーだ。 果実、松ぼっくりなどを拾い出して、そこから採集を行えば、資料によって違った種が採集されるという報告もある。ササラダには、土壌中から、主に採集される。そのため、研究対象は土壌を中心に行われた。しかし、それ以外にも、様々な環境に生息するものがいる。生態学が注目を浴び始めた頃、森林全体の生物量を把握すべく、 樹木全体に農薬を用いて、そこに生息する動物全部を採集する試みが行われた。すると、樹皮上に多数のササラダニが生息することが分かった。しかも、そのすべてが新種であった。つまり、樹状性のササラダニという新しいジャンルが発見されたのである。現在では、樹皮の苔群落や樹皮の隙間などにも、 特有の種が生息していることが知られている。樹上で生活する、ササラダニの特徴として、爪が三本である、銅冠毛がマリーなどがある。土壌と木の枝の種に同じものは、ほとんどいないため、両者の間に交流がないと考えられている。都市の道路沿いの植え込みや、ブロックの隙間に生える苔、コンクリートで作られた港など、 人工的な環境にも少数ながら生息する種がある。出現する種は限られるが、森林には出現しないものも存在する。それらは、本来の自然界では、海岸の岩場などに生活する種であったらしい。水中にも少数ながら、ササラダニが生息する。推定で、藻類や落葉を食っているものである。水谷類のように泳ぎ回ることはない。およそ、 考えられる限りの範囲で、苔、地衣類を含む、陸上植物の生息する場所であれば、その遺体や、それにつく菌類を食べて、ササラダニが生息する。最も奇妙な生息環境の一つは、甲虫目の昆虫であるゾウムシの一種の背中である。ニューギニア産のゾウムシに、その背中に、地衣類が着生するものがおり、その地衣類の上に生息する。 ササラダニの固有種が知られている。また、東南アジアのアリの一種に、巣内に、ササラダニを飼育しているものが発見されている。このササラダニはほとんど運動せず、アリに運ばれ、アリによって餌を与えられる。産卵時も、アリが卵を引っ張り出すという。ダニは、体が柔らかく、時に、アリの餌になっている。人間以外の動物における。 家畜飼育の例として注目されている。いわゆる分解者として、自然界の仕組みの中では重要な位置を占める。その意味では、無関係ではないが、普段それが意識されることは、まずない。禁色のものについては、植物病理学の分野で、病原性の菌類を抑制する効果が、研究されている。他方、家畜の寄生虫の中間宿主となるものも知られており、 その方面でも注目される場合がある。ダニ類はあまりに多様なので、アモクをそれぞれ目として独立させるべきとの説もある。従って、ササラダに目として独立させる場合もある。現在170以上のトガが認められる。種類数は日本で800以上が報告されている。そのうち300以上が、青木順一の新種記載になるものである。ありがとうございます。